はい、皆さんどうも、ガメコです。本日もシティーズスカイラインミッション竜巻の国ですね、事件をやっていきたいと思います。はい、グググッと寄って、ちょっとここのクリーン化をなんとかするのと、前回はですね、人口が3万7000人を突破したというのと、あとはここ2つの道路、路面電車、使用できるようにしときましたよというのと、あと人口をね、全体的に増やしましたよというところで終わっております。で、今回はですね、前回の終盤に言った通り、この上の方、ここの方ですね、の方を開拓して、どんどんこうと人口の方をどんどんね、増やしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、どうでしょうか。こちらの方はですね、バナナゾーンで攻めてみました。ダンと、入り口の方、まあ、上の廃墟はちょっとほっといて、入り口の方ですね、まずここいつも通りのサークルにしまして、あとここですね、入ってすぐ、今ちょっと使われてないんですが、地下トンネルになっております。ぐーっとね、トンネルを抜けると、こちら、もう一直線にね、完熟王の農地に行けるようにセッティングの方をしました。で、ここで働く人が住むところがここ青バナナね、お盆とかに一般的に売ってるの見えにするんですけども、私あれ買ったことがなくて、で食べれるかどうかもわからないんですけど、あれ買ったことあるよとか、見たことあるよ、食べたことあるよっていう方いらっしゃいましたら、コメントお待ちしております。はい、結構いい値段しますよね。一房900、まあ、1000円ぐらいかな、ですよね。はい、で、あとその青バナナに住んでる人が、仕事するのがこの完熟をね、農地の方と、あと、ここバナナちょっと商店街的なゾーンにしまして、ちょっと離れてるので、まあ、バスが必要かなといったところではありますけれども、まあ、あとあとね、バスの方設置していきたいと思います。で、ここに太陽光の発電ね、2つほどポンポンと置かせていただきました。で、今のところこっちとこっちだだっ広くて、まだまあ何もない状態なんですが、そのうち横の土地も買って、どんどん大きくしていこうと思いまして、トンネルね、今のところまあトンネルはあるんですけれども、ひょっとしたら、潰してね、大丸型の交差点また、にするかもわかんないです。はい、一通というか、しとこうかな、アップグレードで。まだいいけど、まだいいけど、まあ一応ね。あ、反対になってる。ちょっと待って。反対はダメだ。反対にしたらこう、いけないけど、どうなるんだろうね。なんかでも無事にみんな行ってる感じするけど、わかんないけどね。よいしょ。とりあえず方向変更して、無理です。はい、OK。これ OK。このトンネル、みんな使ってくれて、あ、使ってくれてるね。うん。はい。あとは住民たちがね、引っ越してくるのを待ちましょう。住居の方全然ね、引っ越してきたいよっていうバロメーターがな、増えてなかったので、これからね、どん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 増えていくとは思うんですけども、まあ、まず必要最低限の、なんていうのかな、今回初病院建ててます。建てます。で、横に小学校、小学校はなくてもいいかな。で、あとはここの四隅に、警察に消防、こっちも必要だね、まあ、特に燃えやすいんで、消防の本部一つ置いておきたいと思います。ここら辺でいいかな。はい、まあ電気が足りないのはちょっと承知なんで、待ってよ、とりあえず電線引っ張っておこうか。よいしょ、 OK。 これで一応なんとかなってるね。はい、よし。なんか電線があるとね、ちょっと見栄えが邪魔なので、一時的に電源つけときましたけど、今ちょっと取り消しております。さあ、早く引っ越してきてくれないかな、みんなな。あとは人口増やしたいので、
はい、これで、それとまあ墓地も間に入れて、あとゴミの問題もあるんで、確か。あ、お水足らない？あー、そうなの、すみません。あ、まだギリギリ足りないね。よし、これでトレーでいいかな。はい、墓地ね、どうしようか。で、まあ、早速人手不足のマークがポーンつきましたね。で、一応まあこっちも警察署いるか。警察と、あと消防。OK。まあ、本部があるからいいけどね。で、ゴミね。まあ、ゴミはちょっと置いとこうか。先にちょっと引っ越してきてくれるのを待ちましょう。ちょっとずつですけど、立っては来てますね。はい。で、こっちの方なんですけども、相変わらず暖房の方がちょっと足りないよというのと、人手不足と、それとね、石炭の発電の燃料がね足りないみたいなんです。ただ、このフルーツ王国石炭取れないのでね、今外部の輸入に頼ってる状態なんですけども、まあ、外部からの供給もこれ滞っちゃってるっていうことでいいのかな、どうなのかな。ってか、すっげー混んでる。電車がある分ちょっとやっぱり混むんだね。で、人がすごい、信号もあるし電車も曲がるし、で、車も曲がるし、でどえらいことになってますね。みんなどこ行くんだ。あ、そっか、一応鉄道の駅があるから人の出入りがそれなりにするってことか。ってことは、ここに歩道橋があったらいいんじゃないかという。あれ、これじゃなかったっけ。これだよね、歩道橋ね。よし、そうだよね、こうなるよね。こっち側にあるから、これはもう待つしかないのかな。うん、ここで降りちゃうから絶対必要なんだよね、これ。本当はなんだろう、この端っこにつけたかったんだけど、どんな感じになってるんだ、ちょっと見ようか。で、左右にこうみんなばらけるのね。よいしょ、あ、杖ついてる、じいちゃん。一応これが駅みたいですね、これね。結構みんな降りてくれるんだね。で、割と結構な頻度で通ってるイメージなんですけどね。で、多分この電車の分の信号があるから、渋滞とか招くんでしょうけど、ただそうは言ってもね、そうは言ってもこの信号はなくすわけにはちょっといかない。なくしたら事故るんでね。あ、一応なしできるんだ。なしにしたら車の両親に頼ることになってしまうんで、で、結構やっぱ電車も頻度で、結構な頻度で来るしね。引かれてんじゃん引かれてんじゃん、引かれてんじゃんよ。あと、まあまあやっぱり混むな、ここの四つ角。まあ、予想はしてたんですけど、どうしよっか。みんなそうだよね、曲がりたいよね。ここの土地がちょっとあれなんで、こう曲がらなくていいように、いけるかな。ちょっといけないんじゃない。違う、これでいい、これでね、いけないよねそう、曲がらなくていいように、なんて言うんだろうね、こう、あ、これでいいんじゃない。でも、そしたらややこしくなっちゃうか。電車の線路がこうグッとあって、曲がらなくていいようにこれを作ったんだけど、みんな結構使ってくれない。これを一
スはこれか。にしたら生きる。どう使ってくれる？逆に混んじゃうかな。あ、でも結構、あ、まあまあすぐ行きたい派が結構多いんか。で逆にこう歩行者は、やっぱ歩行者が邪魔な、邪魔って言ったらダメだな、なんだよね。ここの四隅をこう、なんて言うんだろうな、歩道橋で作っちゃって、でそっちで渡って歩道橋であっちガン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 やってくれる方向にしようかな。作ったはいいけどこれちょっと困るよね。うん、ちょっとこれで様子を見ましょうか。こんな感じで、こうこうこうで、でこうで、よいしょ。ここ、あー、できないのかな。ここじゃ多分誰も通ってくんない。ここできたら反対側がいいの。つけるの。こっちを押して。これを。お？なんか変なことになってた。もうちょっとこれぐらい伸ばして、結構でっかい歩道橋にしちゃおうか。うん。で、みんなここを渡るので、ここ内側の、あ、違うここか、ここ、こんな感じの歩道橋を作ったら、え、あ、スルーしちゃった。でどこ行くみんな、うん、左行く人もいるし右行く人もいる。も左行ったかってさ、何もなくないね。何もないよね、左に行っても特に。まあとりあえずは、やっとくけどさ。しかしこの沈殿の音、あー、沈殿で通じるのかしら。音いいですね。私も一応大阪にもね沈殿が走ってるんですけども、まあなんか沈殿といったらイメージ的にはあの広島のね、市内のあの沈殿のイメージですね。路面ですね。あとはあれか、愛媛の電車か。まあ、愛媛のね走ってる路面電車以外は2つとも乗ったことがあるんですけども、なんとなくイメージで言うとやっぱ広島の電車の方が、うん、いい。個人的にはこうね、モダンな感じがして好きです好きです、はい。好きですって言ったところでね、だからなんやねんっていう話になるんですけども、まあね、うん。さあこれでちょっとマシになるかな。人々みんな使ってくれよ、うん、使ってくれてる、いい感じだね。相変わらずちょっと車はすっごい渋滞してますね。すっごく車は渋滞してる。この原因を突き止めよう。ここやっぱここか、この道ですね。みんなもうここが死んでるんだわ。ここがここが死んでる。ここは死んでるわ。このこっちが死んでるね。左、そうね、こっちから見たらまあ右か、右がだから死んでんのか。で正面も死ん、全部死んでるくないねえ。ちょっと嫌だ。あ、真っ赤っかです。ここら辺一帯真っ赤っかになっております。なんでこの辺一帯ちょっと真っ赤っかのところ、道路の細さがばらつきがあるので、それをちょっと修正したいと思います。ここ細いままだっけ、太くしてなかった。あ、ここはあれなのか、ここからなんで細いままなんだ。そうよね、だから歩道橋ちょっと邪魔なんですよ。さっき作ったけど一旦ちょっと取り外してまた作りましょう。あ、できない。あー違う、ちょっと待って、あれ
これでいいんだよね。何？斜面が急すぎます。何の？ここアップグレード、これできないのか。ちょっと待って、今なんか困ってる。あら、あ、できないね。困っちゃった。ここできないの困るな。もうみんな困っちゃってるよ、ここ。この上の道路もちょっと改築しましょう。で、私が線路を変なことしちゃったせいで、なんかおかしなことにちょっとなってしまったのかな。音は聞こえるけど電車が走ってきてませんね。あ、よし、ちょっと問題の方を発見したので問題解決していきます。はい、ですね、道路の方がとてもとても渋滞してましたんで、今もね渋滞してるんですけども、あとごちゃごちゃねしてたので、ちょっと再開発という形でさせてもらいました。まだねやっぱごちゃつきの方多少あるんですよ。これ全部じゃーん、ゴミの収集車でございます。どこに向かってるかと言いますとですね、ぐーっとこう追跡の方、まあできるんですけど、追跡してみましょうか。これだな。おそらくはこのまま外に出てですね、でこちらの方に通って、ゴミの集積、青バナナのゴミの方の集積を行ってるんだと思います。で一応青バナナの方のね集積所、こちらに一つポンと作りました。でまあここは人手が足りないので、廃墟、捨てられてしまったとこばっかりなんですけども、まあ、今後ねなんとか、立ち抜きじゃないな、今後なんとか行けるようにね振る舞いたいと思います。で、ここの都市開発再開発して、まあゴミはおいおい多分なんとかなると思うんですけども、まあいつも通りのこちら交差点しっかり作ってですね、あと沈殿の距離ちょっと短くしました。路面電車の距離ね、それでもやっぱり渋滞は渋滞なんでちょっと怒ってるんですけども、でここにあったね、工業区画、結構ね原料が足りないというマークがあったので、もうどうしようもないかなと思って、で石炭の方もね、石炭発電所の方も原料足りないなっていうマークがあったんで、いけるかなと思ってね、太陽光あっちにもあるし、こっちにも 1,2,3,4,5,6 基あるんでね大丈夫かなと思って、そのまま太陽光に切り替えていく作戦で今のところなんとかなっております。はい。でまあ道路の方は相変わらず渋滞の方はしてるんですけども、まあそうね、言うてちょっとなんだろうな、そんなに言うほど気にしなくてもいいかもしれないなみたいな感じでは若干あります。はい。まあ信号の部分があるっていうのと、あるっていうのぐらいかな。うん。でここに住宅地と、あと、商業区画ちょっと増やしております。ね、教育を受けた労働者、高卒の人が欲しい、大卒の人が欲しいということなんで、高校大学それぞれ隣に作っておきましょうか。ここでいいか、ちょうど広いのがあるか。あれ、大学ここも広いんで、ここちょうど作っておきましょう。で小学校も多分まだ足りないんで作っておいて、で図書館も作っておいて、意欲出していきましょう。はい。まあね、教育黄色範囲になったらなんとかなるかなっていう感じなんですけどね。さあ今から教育していってくださいと、いったところでしょうか。でここはね大々的にこう一応ね大農業、沖縄のサトウキビ畑みたいな感じをイメージして作ったんですけれども、実際は、やっぱり人が来ず、で、あと、まあ、治安も良くないという残念な結果になりつつあります。とっても残念です。で、一応まあ、何が起こるかわからないんで、防災無線とか、その辺の、安全のものですね、は、立てておこうかなと思います。ラジオ、電波ラジオとね、こう、
で一つでいいかな、まあ、一応こっちにもつけとこうか。え、なんでこんなところにも何泥も入るのどこに入ってんだよもう。これこれね、はい、これ全体的にやっぱり人がちょっと足りないんだね、うん、もうちょっとなんだろう追加でここを大きくしておこうかな。一応ね再開発等々したりしたので思ったよりね時間かけてるんですけど、それ以上にやっぱり人がね、増えません。あ、まあ、当たり前なんですけど間引いたりとかいろいろしてるんで増えるどころか、マイナスで当初始めた時よりはマイナスでねスタートしたりとか多分してるんですけど、まあなー、うん、こればっかりやなーと思って、結局ね、でも、なんだろう、マイナスでスタートしても、まあ、ね、あの、快適な生活が第一なんでね、そこら辺もうちょっと、快適にしていきたいなと思っております。何人でスタートプレイしたんだっけね。わかんないな。でも3万、あれか、あの、6000人でプレイし始めたんだっけ。確か、前回が雄大の町になって終わってたんでね。ってことだけを考えると、人数だけを考えるとね、もうまだ、4万人なんで、4000人ぐらいしか増えてないとなりますけども、まあ、プレイ時間もそこそこ結構ね、長いことプレイ時間、やっております、触っております。はい。やっぱね、なんか中毒性がすごいわ、このゲーム。一個なんだろうね、一つやるともうすぐこうね、やってしまうという。で、あとそっか道路も渋滞してんだな。あー、なるほど。よっしゃ、これでどうだ。で、一応これもこっち行けるようにしとこう。よし、これでちょっとはマシになるはずなんだよね、これで。で、まあ、従業員さんもどんどん働いてもらいたい。で、お客さんがね、少ないんだって。遠いからかな、やっぱり。バス通らせようと思って、そうだ、忘れてた。バスの存在を忘れてました。これ、どうしようかな。こんな感じでこうしてもいいのかな。こう、そうそう。こんな感じで、こう、そうそう。こんな感じ。そうだ、バスをね通したら従業員も、あとは商店街もね結構こう行けるっていうか足がねできるんで割と大丈夫だと思うんですけど、一応まあ何人になったら行けるのかな、うん、5万人ね、だいぶと先そうですね。で、水上カフェとかも、水上カフェって何、危ないな、京都のあの川床みたいな感じなのかな、どうなんだろう。あ、でもあれですね、あの都市内で一生過ごす人が、2万人だったけど、なんだろう、前回200何人とかだったんだけどね、1337人増えてますね。で、一応ね、お金が1,10,100,1,000,20,100万か、100万超えっていうのは、達成できてる模様です、今現在ね。はい、なんで、まあ、バスの路線をね、作って今回の方をちょっと終わりにしたいと思います。まあ、多分5万人超えはね、この動画内ではまあなかなか難しいかなーなんてちょっと思ったりもするので、バスだけちょっと作っとこう。てかこっちにね一応バス着があるんですよ。で、こっちのバス車庫がないんですけど、それでも一応行けるのかな、どうなんだろうね、めっちゃ気になるそういうところ。でバスも何だろう、行ったり来たりとかするんだったらすごいめんどくさいことになっちゃうんで、あれだったらバス車庫新しく作るけどみたいな、どうするみたいなね感じではありますけどね。よいしょ、難しいんだよね、右か、右。ぐるっとまずはこう一周するような。バスの乗り継ぎも一応ね、ある
からね、あんまりこう電車とかよりは聞かれてないけど、あることはあるからね、バスの道にね、こう行かせ、はい。であとはこっちにも作っておいて、これも完全に通勤、通学じゃないね、通勤用。もうぐるっと一周、まず外周をこういう感じで、こういっちゃったらちょっと多分混んじゃうんで、なるべくね混むとこ避けたい。こっちか。よし。やっぱ人を集めないとダメだね。学歴云々とかよりも、もうまずはあれだ、あの働きやすい環境を作ってあげることが一番大事だね。分かっちゃいるけどなかなかね難しかったです。で、よいしょ、すれ違っちゃった。バス停どこだ、あ、そっちか。じゃあとりあえずこれでなんとかなるでしょ。廃墟だらけになっちゃう。でもこれね、需要がねあるんで、こんなに人手が足りないけれども、そうしたらまた新しいのが立ってくるんですね。だったらその何空いてるところに就職してくれよみんなっていう話なんですけどね。はい、それでは今回この辺りで終わりにしたいと思います。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、あとチャンネル登録、それとコメントもお待ちしております。それでは次こそね、こちらね5万人超え、になりますように、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。